おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の情報をお届けしていきたいと思います。本日のラインナップです。テスラ、ゲイコ幹部を採用、 BYD とのバッテリー契約の続報、カナコードジェニーティのアナリストはテスラの目標株価を引き上げ、モデル Y ジュニパー7月発売か。今日はこれらの情報をお届けしていきたいと思います。本日も最後までご覧になってください。まずテスラ、ゲイコの幹部を採用、こちらの情報をお届けしていきたいと思います。テスラは電気自動車の高額な保険料に対処するためゲイコの幹部を迎え入れました。ゲイコっていうのはアメリカの自動車保険会社のことです。テスラは長年自社の保険ソリューションやパートナーシップを展開し、テスラのオーナーが直面する高額な保険料を抑えようと努力してきました。最近では約5億ドルの保険料を達成しましたが、この事業はまだ利益を生んでいません。テスラは過去5年間で車両価格を引き下げることに成功しましたが、利息や保険料などの付随費用は依然として高額です。これらの費用を削減することが車の需要を高めるとテスラは考えています。テスラは他の地域に保険を展開する前に安全スコアシステムの開発に注力しました。この安全スコアシステムっていうのはテスラの車両からリアルタイム運転データを使用して運転者の行動を評価します。評価基準には前方衝突警告や急ブレーキ、急旋回、危険な追従距離、強制的なオートパイロットの解除などが含まれます。テスラはテキサス州で安全スコアを利用した新しい保険商品を導入し、以来多くの州で展開してきています。しかしこの商品はリアルタイムデータに基づく価格設定なんですけれども、一部のドライバーには適していないという点で議論を呼んでいます。そこでテスラはゲイコの幹部を採用となっています。今回ゲイコの20年のベテランアレン・ラーベン氏が採用されました。この採用理由としてはテスラの車に関連する保険料に対処するためです。ラーベン氏は以前ゲイコで特別業務部門のクレームディレクターを務め、さまざまな幹部職や管理職を歴任してきています。ラーベン氏はリンクドインで、私の目標はテスラの車両を簡単で経済的に保険に加入できるようにすることです。保険会社、テスラの各チーム、アメリカとカナダのコリジョンショップと提携することでテスラの所有総コストを下げ、世界の持続可能なエネルギーへの移行を加速させると言われています。はい、という内容なんですけれども、僕自身はこの採用は FSD、 そしてロボタクシーを見据えてたと思います。先日ロボタクシーや FSD で事故を起こした時の責任問題について動画を上げました。今後自動運転のレベルを上げていくときに事故時での責任問題は必ず出てきます。それに対応するために採用したっていう意図もあるんではないかと今は思っています。はい、では続きまして BYD とのバッテリー契約の続報です。先日 BYD の子会社であるフィンドリームスバッテリーと提携するっていう情報があったんですけれども、この提携においてフィンバッテリーズはテスラにリチウム鉄リン酸電池 LFP バッテリーを供給するという情報が出てきていますので、今日紹介させていただきます。はい、ではですね、続きましてカナコードジュニーティのアナリストはテスラの目標株価を引き上げ、こちらの情報をお届けします。カナコードジュニーティのアナリストはテスラの目標株価を引き上げ、今後の四半期及び2024年度の納車予測を修正しました。投資銀行はテスラの株式の買い評価を維持し、目標株価を222ドルから267ドルに引き上げ、これは前回の終値から 50% の上昇の可能性を示唆しています。過去数週間にわたりグローバルなテスラの納車追跡を大幅に改善しましたとカナコードはメモで述べています。国別の納車データを徹底的に調査した結果、2024年第2四半期の納車に関する有意義な洞察を得ましたと付け加え、同社のデータベースは約40カ国をカバーしています。カナコードのアナリストは、
2024年第2四半期の納車予測を約46万1100台から42万9000台に下方修正しました。そして2024年通年の納車予測は186万台に調整されました。アナリストはテスラの納車が年々増加すると予想していて、その理由として2024年第1四半期の決算発表でのイーロン・マスク CEO の強気のコメントや2024年後半に新モデルが導入される可能性を挙げています。はい、という内容なんですけれども、今回このカナコードのアナリストが年々テスラの納車台数は増えていくっていうふうに言われていますけれども、僕個人としては年々増加はないと今は思っています。この理由としては EV の販売にテスラは今後注力をしていかないからです。それよりもロボタクシーにシフトしていくので、納車台数にはそこまでこだわっていかないと僕は思っています。しかしなんですけれども、自分のテスラがロボタクシーとして運用することができるようになったならば、自然と納車台数っていうのは増えていく可能性があります。その理由としては、自分のテスラが稼いでくれるようになってくるんだったら持たない理由がないっていうふうに考える人も当然出てくるからです。もしテスラをローンで購入して、そのローンの毎月の支払いと、そのテスラをロボタクシーとして運用した時の収入を考えた時に、収入の方が多いんだったらテスラを持とうって思う人は当然いると思います。もちろん自分の車を他社に乗せたくないっていう人が大勢いるのもよくわかるんですけれども、人によっては全然貸してもいいよっていう方もね、いると思います。僕に関しては全然貸してもいいと思っている人間です。さらにロボタクシーで運用することで収支上プラスになるんだったら、別に1台にこだわらず何台でも持っていいと僕は思っているので、まあ、そのように考える人が増えたら当然勝手に納車台数っていうのは増える可能性はあると思います。しかし先日テスラがインパクトレポートというのを発表したんですけれども、そのインパクトレポートの中に納車目標っていう項目が消えました。つまりどういったことかっていうと、納車台数を注視するのは終わるとテスラは考えているんじゃないかなと思います。その理由としては、テスラは今後 AI とロボティクスの会社っていう位置づけのもと、自動車事業っていうのは一部門に変わっていきますので、納車台数に注視するっていうのは終わっていくんじゃないかなと今は思っています。はい、では最後にですね、モデル Y ジュニパー7月発売か、こちらの情報をお届けしていきたいと思います。内容なんですけれども、信頼できる中国の情報源によると、テスラのモデル Y ジュニパーのアップグレード版が当初の予定である2024年第4四半期よりも早く7月に発売される可能性があるという情報が入ってきております。この情報なんですけれども、今朝調べたところ1社のみが報道となっていますので、これが本当かどうかちょっとね、よくわからないといえばわからないんですけれども、もしかしたら株主総会の日に発表するかもしれません。この理由としては、今年第1四半期の決算発表日にモデル3のパフォーマンスっていうのを発表しました。このことからも株主総会の日に何かインパクトのあるビッグニュースを出すことによって、株主総会をうまく進めるっていう意図を含めているのかもしれません。なので株主総会の日にモデル Y のジュニパーを発表し、そして7月にはもう納車しますよっていう風な発表をするかもしれませんね。こちらに関してはまだ情報がほとんど入ってきていない情報なので、また何か新しい情報があれば紹介したいと思いますけれども、今朝1社のみが7月に納車をするという風な情報を出してきているという状況になっています。はい、ということで今日はですね、テスラ芸妓の幹部を採用、BYD とのバッテリー契約の続報、カナコードジュニーティのアナリストはテスラの目標株価を引き上げ、そしてモデル Y ジュニパー7月発売か、今日はこれらの情報をお届けさせていただきました。はい、ではですね、マーケットチェックをしていきたいと思います。はい、まずダウですけれども、ダウは今日は上昇ですね。38,893ドルとなっています。ナスダックは今日は下落です。17,169ポイント。S&P500 はあまり変わっていないですね。5,352ポイントとなっています。そしてテスラがどうかというと、テスラは今日は上昇していますけれども、178ドル台を水中で、このまま行くと今週もあまり変わらないというふうな結果になりそうになってきましたね。
そして NVIDIA ですけれども、 NVIDIA 今日は下落ですね。1201ドル台を水中です。そして同時ですけれども、同時は 0.16 台を水中となっています。そして為替ですけれども、為替は今現在155円の半ばを水中となっています。はい、ということでテスラの株価ほとんど動かないですね。本当なんか不気味な動きをしているなということですけれども、これはもう来週の株主総会まであまり動かない可能性は十分あるんじゃないかなと思います。はい、では最後に今日のコメント、こちらを紹介します。今日は 506-BB4LZ さんのコメントです。モデル Y だと思いますが、リアにカバーがかかった車が工場から出てきてすぐに戻っていった動画が X でありました。モデル Y の在庫が減ってきているので、もしかしたら6月にジュニパー発表あるかも、というコメントです。ありがとうございます。情報早いですね。先ほどモデル Y ジュニパーの話をしましたけれども、今回 X の方でも目撃情報っていうのが上がっているようなので、本当いよいよ発表あるかもしれないという状況になっているんじゃないかなと思います。これはね、非常に楽しみなところではありますけれども、モデル Y を持っている僕としては、もう新しいモデルが出るということに関しては少しね、複雑な心境であるっていうのは正直あるけれども、新しいモデルが出るっていうのは楽しみですね。はい、昨日もですねコメントいただいております。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方よろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外情報をメインに取り扱っています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして今回の動画の内容も参考になったと思われたら、高評価の方をよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。僕のモデル Y の方にも昨日アップデートの通知が来まして、早速昨日アップデートさせていただきました。そして今回のアップデートの一番の見物は新しい UI です。その新しい UI をお見せしたいと思います。こちら僕のテスラの画面なんですけれども、ちょっと見せたいと思います。 UI の方がですね、このように変わりまして、指でこうすることによって車をね、いろんな角度から見ることができるんですよね。昨日ちょっとこれに関しては運転席を開けた状態でやっていたんですけど、まあ、こういった感じでなぞることによってテスラをいろいろな角度から見ることができるという状況になって、新しい UI となっております。昨日はアップデートした後車を運転する機会がなかったんですけれども、今日は運転する予定があるので、どういった感じに変わっているのか、またねそれを試してみたいなと思います。はい、では今日もですね最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしになってください。ではまた。